皆さんこんにちは。本日ご紹介するのはガールズコーチングです。このようにですね、外装の黒でツヤのあるようなオートバイですとですね、ガラスコーティングをやることによって、数年保つことができます。それでは皆さん今から実施したいと思いますんで、さて今からですね、ガラスコーティングをやる前の、車両のですね、洗車の方をやっていきたいと思います。それでですね、汚れなどを落としていきます。このようにですね、洗った後に、いよいよ溶剤をつけて下地の方に取り掛かっていく予定でございます。はい、洗車が終わりました。これからですね、下地を作っていこうと思います。専用のですね、薬品を使って汚れや古いワックスなどを落としていきたいと思います。それでは行ってみましょう。それではですね、この専用の工具と溶剤を使っていってみます。こうやってしっかりやってあげるといい仕上がりになるんだ。はい、ではですね、下地が出来上がりました。この後はですね、ガラスコーティングのですね、施工をやっていきたいと思います。さて、下地が完成したところでですね、いよいよ次は専用のですね、コート剤をこれから塗っていこうと思いますので、いきます。まあこう溶剤をね、塗っていってですね、いきます。さて、先ほどの溶剤が乾いたところでですね、今度はこちらの専用のクロスを使ってですね、優しく拭き取っていきたいと思います。この辺はですね、独自のノウハウがあると思いますので、プロにぜひお任せください。ではちょっと見てください、この輝きを。どうですかね、皆さん、この輝き、いいでしょう。ぜひですね、ガラスコーティングのことは OSP 横浜戸塚まで来てください。こうやってですね、ガラスコーティングをやった後の洗車はですね、水洗いだけで皆さん大丈夫ですので、では皆さん見てください、この輝き。どうでしたでしょうか。まあ、動画ですとですね、ちょっと若干分かりづらいかもしれませんが、ぜひですね、YSP 横浜戸塚まで来ていただければ、実際やったやつが見れますので、ぜひ皆さん来てください。